ああ。ん？寝てた？いや。面白そうなステージがあるんだよね。チケットもらったし、付き合ってくんない？明日はユフィも重要な戦力だ。休んだ方がいい。わかってるけど、このままだと興奮して眠れないから、いっぱい遊んで疲れないと。ステージ見て、ゴンドラ乗って。乗る気か？シッシッシクラウド、ここんとこすぐ暗い顔するからさ、ユフィちゃんが何とかしてやろうと思って。行こ行こ。まもなく開演となります。観劇予定のお客様は劇場までお越しください。観劇のお客様ですか？おめでとうございます。ご自分で歌われますか？え？先を急ごう。我が剣は復讐のためにある。アルフリード、助けに来てあげたよ。ルーザ、どうしてここに？お姫様の勘ってやつかな。感謝してよね。立ち向かうか。これは女神の慈悲だ。どちらから片付けるべきか、それは女神の導き次第。オイラはバルバドス様の相棒、地獄の番犬ガルム。その貧弱な盾でオイラの鋭い牙と爪を防げるかな。地獄の番犬の爪と牙、とくと味わうがいい。
ブラボー、勇者アルフリード、なんともあでやかで美しい剣さばきでございました。女神への渇望が彼に力を与えているのでしょうか。これなら英雄と呼ばれる日も遠くはないでしょう。さてと、ごきげんよう勇者アルフリード。私は死がない道化、余興に占いでもいかがですかな。今宵は特別な宴、何でもお答えしましょう。未来とは選択の繰り返しでございます。その度に道は分かれ、それらすべてを見通すことは叶いません。しかしながら、出会いで始まった物語が行く先は一つ、別れでございます。さあ、ザレ事はここまで。そろそろ次の演目と参りましょう。ドラゴンの方向におののくがよ。全てを魅了する見事な剣舞、これぞまさに英雄の立ち回り。一度は捕虜となり翼を折られたアルフリード、されど彼は諦めず再び飛び立とうとしているのでございます。では失礼して。ご感激の皆々様方、英雄を目指す青年と勝ち気な姫君をめぐる物語も残り一幕と相なりました。名残惜しいのはこの道化も同じ。しかし出会いと別れは表裏一体でございます。我々にできるのは思い出をこの胸に刻むことだけ。皆様、悲しみを乗り越える準備はよろしいですか。この物語はラブレス、愛なき世界に終止符を打つ時が参りました。悪竜王バルバドスの弱点は真実の愛、勇者アルフリードよ、誠の愛を見せるのです。最愛のものを選び、今こそ運命の口づけを。さあ、最愛のものを選び、足を踏み出すのです。我が剣に女神の祝福を。
翼は絶たれた。深淵で安らかに眠れ。やるじゃん、さすがは勇者。姫様が褒めて信ぜよう。よく頑張りました。お前の行く先に待ち受けているのは女神の贈り物か、はたまた復讐の豪華か。せいぜい踊り続けることだ、勇者アルフリードよ。運命の糸が切れるその時まで。ねえ見て、どうしても行くの？大好きな人たちが待ってるんだ。わからない、わからないけど、でも絶対に死なないで。もちろんここに帰ってくるよ。約束なんかなくても待っていてくれる人がいること、俺は知ってるから。Could it be chance?
次回公演は私が主役だからね。マテリアの歌でデビューか。まあまあまあ、本日のゴンドラの運転は間もなく終了します。チケットをお持ちの方はお急ぎください。よし、次はゴンドラにシュッシュシュ。本日の特別公演お楽しみ。オールドソーサーを巡る旅に出ます。ゴンドラをご利用ですね。きらびやかな景色、それはまるで何の練習だ。ん？やがて来る日のためにおい、エスコート。なるほどなるほど。はしゃぎすぎだ。ってからは忙しくて忘れてたって言ってたけど。私の初恋の相手ソルジャーなんだよね。戦場で出会った、多分ソルジャー。その頃の私の最高の技を出したんだ。シュ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 って、拳から波動が出てるつもりだった。だから私はあいつがやられたって倒れた時も本気にしちゃってさ。でも全部文字通りの子供だまし。それに気がついてからもうあいつのことばかり考えちゃって、いつか本物の波動をぶち込んでやるってありえないくらい修行頑張ったんだよね。でもさ、よく考えたら優しいよね。普通にいいやつだよね。そんなこと考えてるうちに、はあ、好きかもってさ。そのせいかな、まだ波動は出ないよ。手伝ってやる。ん？
修行？恋？恋なんて俺にはわからない。はあ、残念な私たちだね。誰にも言うなよ。